とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最近よく使う、これ。無限ダイナモビルド。これを使ってやっていきましょう。行く場所ですけども、ここ。深淵のモニュメントですね。デイリーさんです。このね、深海エリアって、弓があんまり使えないんだよね。そこを、この無限ダイナモハープクロスボウだったらば、いけるのかどうか、ちょっと試してみたいと思います。行きましょう。それでは、行きましょうか。タイデンクエストですね。結構厳しいんだよな、タイデンクエ。オッケーオッケー。まあまあまあ、とりあえず、行きましょうか。食らえば結構なダメージだけども、まあまあまあ、いざとなれば、無限ダイナモの攻撃で、回復、あ、いや、あんま回復しないな。今までのは結構回復してたんだけども、やっぱりあれか、全体的に当たらないから、ダメージ量が出なくって、そこまであれか、回復しないんだな。ちょっ、おー、なんか時間差でダイナモ、あ、そうか。上からこう落ちてくる感じで、そうね、あ、曲者みたいな感じね。曲者みたいな感じで、上から落ちてくる弓にも判定があるのか。あ、なるほどね。まあ、あんまり意味はないだろうけども、そうか、若干お得ではあるんだな。ああ、もう、嫌だな。ちょっと、ああ、おお、当たるね当たるね。やばいやばい。ちょっと待って、こっち攻撃しないでいるか。中間地点突破しました。でね、これね、確かに、矢はね、飛ばないのよ。飛ばないんだけども、全然いいね。全然問題ない。全く問題ないです。矢が飛ばなくても、ここに居座り続けるので、滞空時間が結構あるのよ。で、そこに敵が、寄ってきたら、それでダイナモババババババって当たって、ダメージものすごい出る。で、しかも、今回、重力パルスがついてるのよね。変更点で。で、それで、敵を引き寄せるので、ダイナモが、すごい当たりやすい。うん。まあ、意外と、いい感じ、ですね。おーおおここだけ足場が残ったんかい。やばいな、これ。これやばいな。あっぶねー。息が続かないと思った。よし。やばいな。早く下に行ってくれないと。息が続かないよ。あ、やばい、いた!ちょっと待って、息をさせて。息をさせてくれ。しゃあ。しゃあ。で、これなんか、雷の矢筒がね、下に落ちてる間って、周りにね、雷が発生するみたいで、それが結構なダメージになる。もう、雑魚敵はそれで倒せるぐらいに、ダメージを与えれるので、いい感じっすね。よし。まあ、ボスまでもう少しありそう。ここはきついぞ。いや、でも問題ない。無限ダイナモの火力を舐めるなよ。キャプテンいないかな?反対側に大体、あ、いた!いるっぽい。よっしゃ、オッケー。キャプテン、倒しましょうか。一個ぐらいね、神秘がついてると、ちょっと面白いよね。いや、2体ぐらいいてくれるか ?2 体ぐらいいてくれたら、ものすごい嬉しい。やべ。しゃあ。オッケー。いい感じ。なんだ?はい。ナイトモード嘘でしょ。嘘でしょ。ちょっと待て。ここでナイトモードか。で、名前出てこないってことは、いないな。オッケー、進みましょう。うわぁ、嫌な、嫌なエンチャントだな。ボス行きまーす。それではボスですね。見えない。ナイトモードで、壁が見えねえ。オッケー。いけ、おいし!半分!半分いける。ちょっと待って、壁が見えない。あぶねー。
いやーちょっと待って、危ねえぞ危ねえぞ危ねえぞ、やばいな、こいつはまずいぞ。ちょっと待って待って、オッケー、多分あと一発でいけないか、いけそうな気がするけど、しゃあいけた、二発、オッケー、いいね。ナイトモードで結構大連の敵がバンバン出てきてきつかったけども、いけましたね。ボス自体は2発楽勝です。はい、ということで今日は深海エリアを、無限大なものをハープクロスボウやっていきましたけども、全く問題ない。遠くには飛ばないんだけども、対空時間あるのでそれで敵を全然倒していけますね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。